何ゴール決めると思いますか、三笘。いや、なんか、でも俺今日の見た感じ、三笘、アシストの方が俺めっちゃ増えると思います、なんか。やっぱ結構左で作るシーン多いじゃないですか。で、やっぱジョアン・ペドロとかと三笘と関わってって、で、三笘もやっぱ、左サイドに相当相手ディフェンス集まるんで。だから今日もね、点入ってないけど、左で崩して最後右に流すシーンめっちゃ多いじゃないですか。だから俺なんかアシストの方が増えちゃうのかなっていう。スーパーチャンスメーカー三笘みたいな誕生しそうですけどね。まあ、もちろん点も取れると思いますよ、もちろん。最低限は取ると思います、絶対。言うてチャンスきますから。アシストめっちゃいくと思いますね、なんか。いや、今日の三笘はイニエスタですね。イニエスタ要素ありますよ、三笘は。そうですね、三笘は以前みたいに縦に切り込んでマイナスにパスするのは少なくなりそうだけど、ゴール付近での中心人物として臨機応変に対応してくれそう。いやー、俺はね、そっちの方が、なんか、スコアに、記憶じゃなくて記録に残せますよね。まあもちろんドリブルもいいんですけど、まあドリブルもね、でもドリブルも見れると思いますよね、やっぱり。最低限。まあ、ボール触る回数増えますからね。いや、三笘が孤立しなくてよかったですね。ほんと、ジョアン・ペドロ、救世主とまではいかないですけどね。別にブライトン困ってないですからね。いや、けど俺からしたらちょっと、ジョアン・ペドロの存在が一番、攻撃面では一番でかいと思います。で、守備面ではもうダントツで見るな。だから、ほんとブライトンの補強って的確ですよ。で、ギアチェンジのシモン・アディングらいるんで、今のところね、誰も怪我とかで崩れなければ、ジョアン・ペドロ怪我したら本当に結構やばいと思います。攻撃のクオリティ一気に落ちますね。いや、ブライトン補強マジうまいっすよ。演出動画今年勝負の年ですね。一皮むけるか。あそこで一皮むけたら、ワンランク上の選手になりそうですね。いや、でも、演出はどちらかというと、ジョアン・ペドロとポジション被るじゃないですか、タイプも。ライン間で引き出してみたいな。あれをね、2個上のジョアン・ペドロに目の前で見せられたら、ちょっと調子狂いますよね。2個上に天才いるから。いや、ジョアン・ペドロは本当に、絶対、なんかレアル・マドリードとかいそうですよね。いてもおかしくないと思いますよ。そうですね、三笘・ペドロコンビは、まだ 100% の力を出し切れていない。まだ良くなりそう。ね。いや、もっといけると思いますよ。いや、まだまだこれからっすよ。だいぶもう三笘とペドロは相性いいっすよ。もうお互いのこと信用してますね。いや、ペドロは絶対三笘のこと信用してます。100% 信用してますね。でもやっぱ三笘のプレイ見てれば分かるっすよね。あ、この人めっちゃ見えてるんだなって。やっぱり見えてる人からすると、見えてる人とプレイすると、やっぱお互い見えてるんで、なんつうんだろう、やってて面白いんすよね。あ、この人ここも見えてるんだ、みたいな。あと自分が見られてるっていうのも嬉しいんすよね。あ、この人俺のこと見た上でその選択してんだなって。だからその、自分のこと見られてるから自分も見なきゃいけないというか、そういうお互いね、あとやっぱどっちも謙虚っていうのもありますね。三笘もジョアン・ペドロも。ああ、そうっすね。中からいいパスを送るマッカーリスタもいいけど、サイドに寄ってきてくれるペドロだと、三笘めっちゃ引き出し多いですね。そうっすね。そうっすね。どっしり構えるマッカーリスタの良さもあるんですけど、やっぱね、ポジションめちゃめちゃになる。特にブライトンはね、一個飛ばして落とすサッカーのその、フリックサッカーなんで、ポジションめちゃめちゃになってる方が、そのダイレクトのランダム感というか、相手も、そこでワンタッチになるのというか、結局ね、ワンタッチプレーって、ね、対応できないのが売りというか、そこのランダム感は俺結構好きなんですよね。まあちょっと僕のサッカーの見方が偏ってるっていうのもありますけどね。だいぶわけわかんない方が好きなタイプなんで、王道的なポジションももちろんね、面白くて強いんですけど、ちょっと僕は、だからね、本当に俺のドンピシャのサッカーを今ブライトンがやってくれてる感じっすね。あんなイカれたサッカーないっすよ。ということで、はい、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。